よう旦那、久しぶりだな。なんで貧乏ひげか。どうだ、相変わらず金欠か。ぼっちぼっちだな、旦那は。俺か。俺は楽しませてもらってるぜ。戦争なんてもんはどこでやっても同じだからな。あんたらしいぜ。ずいぶんと青っちょろいやつだ。男は腕力が強くなくっちゃダメだぜ。戦場じゃ頭なんかよくったって何の役にも立たねえんだからな。確かに君みたいなのと腕力で勝負したら100年経っても勝てそうにないね。ギャッ、分かってるじゃねえか。じゃあさっさと降伏しろや。そうすりゃ痛い目に遭わずに済むぜ。そういうわけにもいかないしね。多少痛い目に遭うのは覚悟の上さ。それに私には私なりの勝算があるんだよ。面白い。その勝算とやらを見せてもらおうじゃねえか。てめえがいくら小賢しいことを企んだところで腕力に勝るものなしだぜ。長い年月をかけて咲いた花も戦火にさらされれば一瞬で灰になる。争いは全てを消し去ってしまう。それが分からぬ白狼ではある前になぜ死と灰とを望む。ふん、知れたこと。灰の中からの再生こそが世の望み。灰の中から生まれるのは悲しみだけだとは思わんのか。思わぬな。そうか。ではやはり私は貴様を止めねばならんらしいな。イスパス、お前が相手なのか。俺たちが戦うことになるなど思ったこともなかった。だが騎士として生きることを選んだ日からこうなる運命だったのだろうな。シャーリー、ためらうことはない。お前なら分かっているはずだ。そうだな。私は騎士。眼前の敵は撃つ。たとえそれがかつての仲間であろうと。うん。行くぞ。久しぶりだな、レイオニー。この左目の傷、忘れたとは言わせんぞ。お前はヘルラート。貴様に味わわされた敗北という屈辱、今ここで貴様にも味わわせてくれよ。無意味な。無意味だと。俺は貴様に感謝すらしているのだ。この左目の傷がうずくたびに貴様を倒すことだけを思い、強さを求めて生きてきた。お金で黒騎士の称号を得ることもできたのだから。そんな強さなどただの幻に過ぎない。本当の強さとは心にこそ宿るものだ。ふぬけた、レイオニール。俺を失望させるな。だが説教をしても始まらぬ。どの道貴様はここで果てるのか。願わくばその技の切れ味が昔のままであってほしい。行くぞ。あら、お兄さん見ない顔ね。一人で飲むなんて寂しいじゃない。もうお鈴が付き合ってあげるわよ。お鈴、お兄さんのこと気に入っちゃったわ。これからもカツラに飲みに来てちょうだいよ。飲むためだけに来たのかしら。おすず、あそこにご案内して差し上げたら
そうね、お兄さんなら特別にいいことしに行きましょう。私のお気に入りの部屋、どう気に入ってくれた？まこねえ、ヤヒコ、来て。素敵な夜になりそうね。だって、あなたがいるんだから。え、この有名な？今夜は噂の腕前をじっくり拝めるってわけですか。緊張しちゃいますね。ああ、お鈴、本気で燃えちゃうかも。こんな気持ちになったのはあなたが初めてなの。責任取って。待って、ねってば。どうなっちまうんだろうな、これから。でも、どうして私たちはクーデター軍に組み込まれなかったのかしら。お嬢ちゃん、まさか一緒にやりたかったんじゃねえだろうな。そうじゃないけど、私たちだって立場的にはウロノさんたちと同じじゃないですか。修理工場といっても一応はバレットの関係者なんだもん。要するに役立たずって切り捨てられたんじゃないの。大体変だと思ったのよ。突然退官させられてこんなところに放り込まれてさ。いいのかな、このままクーデターが成功しちゃっても。いいんじゃねえの。誰が政権握ったって俺たちの生活が変わるわけでもねえだろ。当事者たちが大騒ぎするだけさ。さんと直樹くん、それに本田さんの姿が見えないけど。こっちに向かってるってさっき連絡があったわ。アキラなんてすごく興奮してたわよ。戒厳令が敷かれたけど大丈夫かしら。アキラのやつがこんなチャンスを逃すわけない。戒厳令だろうがなんだろうが駆けつけてくるさ。それよりも問題はどうして俺たちがここに招集されたかってことだ。ベルグ、バルータイン。こんなところで何をしている。雇い主のご命令でリムホルツを探しているのさ。ベルグ、どうかした？笑うな、この野郎！これが笑わずにいられるか。見ろ、こいつの手を。あんた、何やってんの？おっと、触るな。うっかり触ると、我が雇い主のように笑えないことになるぞ。俺はただ、この鍵を取ろうとしただけだ。それを普通、うかつというんですが。どういうことだ。見ての通り、罠に引っかかったんだ。問題は、このままにしておくと魂を吸い取られて死ぬ。なんだって。そんな重要なことはもっと早く言え。どうすればいいんだ。知っているんだろ、アルフタイン。察しがいいな。あれを見ろ。それとあれだ、あの4つの水晶を同時に壊す。それでこの装置は止まる、おそらくな。なんだその不安な言い回しは。仕方ないだろ、確証はないんだ。
それでもやってみるしかないな。フェルクを除けばちょうど4人だ。やれるよ。では二手に分かれよう。俺とユテラルドは右だ。お前たちは左に行け。分かった。いいかい、ギルナ。しょうがないな。人の命がかかってるんだ。真剣にやれ。もしお前たちが先に目的のものにたどり着いても待っているんだぞ。水晶を壊すのは同時じゃないとダメだからな。覚えておくよ。では後で会おう。お前邪魔だ。中台、大門のところの中台だ。俺を知ってるなら消え失せろ。くそ、このガキが。必要ない。お前も伏せろ。すぐに片付く。中台、病院に連れてった方がいい。放っておくとその男は死ぬ。仕方ない。引き上げだ。切れ切れ。貴様の方だ。お父様。お前と同じだ。俺もこの屋敷を調べる機会を待っている。そうだ、俺め、ね、お前を連れてさっさと行け。こっちの女性は俺が連れて行く。その女性は俺の母。嘘はやめ。婚約は解消だ。さっさと行け。このままだと4人とも焼け死ぬぞ。貴様、それから友恵、陽ちゃん、レンはどこにいる？何？金はあんのか？どこへ行けば会えるんだ？会いたきゃ寄付金を500ドル持ってきな。500ドルだと？レンさんは
寄付したやつとしか会わねえんだよ。500ドルなら持っている。よこしな。直接レンに渡す。ま、いいだろう。ついてきな。サム、ラリー、行くぞ。約束だぞ、主言たちのことを教えろ。俺は知らない。知ってるのはレンさんだけだ。レンはどこにいる？返して欲しければ連の居場所を教えろ。知らない。そうか。うわあ、返してくれ。連は それは、ま、待ってくれ。連さんならラッキープラザに。ラッキープラザ？クイーンズストリートの工事中のビルが雑貨屋の脇から入るんだ。本当だな？嘘じゃない。だからそいつを、この船に乗り込んでいたか、そっちの方が重要なんじゃないかしら。なんだ、アーディ。待て、触らない方がいい。石田、ミリアノを呼んでくれ。一体どうした？説得でもするつもりだったのか？いや、ただ訳を知りたい。それが、これをターゲットを変異体と名付け、各隊員は5分後に司令室に集合。アンプルを撃った女はパメラ・ローガン。今は変異体だな。テログループはネオ・クライト。ツアーの団体客と入れ替わっていたんだ。どうやってチェックをすり抜けたんだ。クソ。なあ、ターリー、発想を変えてみたらどうだ。演習の時を思い出せ。奴らの目的が岩の符でもアンプルでもないとした。狙いは俺たちかもしれないってことか。榊、頼みがある。このことは伏せておいてもらえないか。少なくとも今回の件が片付くまでは。いや、しかし俺に何かあったら迷わず殺してもらって構わん。ダメよ。冗談じゃないわ。これ以上死なせてたまるもんですか。ユカリもヒクスもモーリスも、もしかしたらパメラだって死なせずに済んだかもしれなかったのに。私は。月面ラボの調査許可が下りたよ。廃棄調査という名目だから一回限りのチャンスだ。君にも来てもらう。体は大丈夫だな？ああ、今のところはな。榊、ありがとう。よせよ。おい、リボドの飛行機が盗まれるぞ。逃がすな。姉さん、ビッグジョンだ。聞こえるか？はっきりな。パンドラも見えてる。遅くなってまった。悪いな、早打ちゲームは終わりだよ。ベリーの飛行機は？もっといいものさ、リボドの手に。でなんだって？ボス、私の飛行機は？心配するな、滑走路にちゃんとお座りしてるさ。新品同様でね。
クルーに頼んで取りに行ってくれ。レーザー、博士から連絡だ。ラボに来てくれと。何かあったらしい。よし、いいぞ。さあ、博士のラボへ急ごう。たくましい体。確かミュラーさんね。お前のことは GGG のウルフから聞いていた。レリックは諦めたって？レリックを諦めただと？バカ娘、何も分かっとらん。殺された変態司祭並みに分かっとらん。メイドの土産に真実を教えてやる。ベリアルは英雄じゃなく悪魔だ。ある日天から降りたメフィストにより殺されはしなかったが切り刻まれ世界中にばらまかれた。ウルフはガウスタッド城で他のレリックを発掘してる。それはベリアルの心臓だ。もし見つかればこの世界を我々の手で治めることができる。そうなればすごいわね。小娘ごときに。お会いに来ね。やつの橋が崩れそうだ。退却する。そりゃねえぜ。やっとあいつを見つけたってのによ。まさかあれがあなたの恋人の仇なの？笑えるな。あんな小娘のファミリアにフェリシアが。気持ちはわかるが、もう橋が持たない。俺はあいつを倒すまでは動かねえぞ。行くならお前たちだけで行くんだな。お前を見捨てるわけないだろ。ここで一緒に死ぬ道を選ぶさ。正体は分かったんだ。必ずまたチャンスはあるさ。あの時のように油断はしないわ。マラカットのエッセンド地方を知っているか？あそこはマラカットなんかじゃない。我がヤソンの地。そこで貴様はスチールハートを召喚し人間を手当たり次第に殺した。覚えているか？あなたは殺したヤソンを全て覚えているの？あの時フェリシアが死んだ。スチールハートから村人を守ろうとして俺は彼女の片腕しか見つけられなかった。あなたたちがしてきたこともそれほど変わらないはずだけど。黙れ！私が第一艦隊の指揮官だ。ジャイルズ・バレット准将という。まあ機関らに特別期待はしていない。好きにやりたまえ。我が艦隊の足を引っ張らないでくれるのならそれでいい。他に要件もあるまい？では私も多忙なのでな。これで失礼する。大佐、なぜだね。そのようなことを機関に教えねばならぬ言われはない。実際に行動を共にするわけではないのだから、本艦隊の進軍予定など機関に関係はあるまい。勝手に後をついてくる分には構わんが、邪魔はしないでもらう。それに補給の予定もない。第13独立部隊の動向は急に作戦本部からねじ込まれたことだ。こちらの補給計画内に
そちらに回す余剰はもともとないのだよ。だが、さほど問題はなかろう。機関、エリュシオンだったか。製造元のミッドアイランドは宇宙に強い。整備に関してはそこを頼ればよかろう。補給に関しては、一応 EUG 管理下のコロニーや基地には融通を利かすよう通達をしてやる。ここまでは面倒を見てやったのだ。あとは交渉で独自通達してもらいたい。作戦本部長からそのあたりの説明を受けていないのかね。まったく、これだから新米は困ったものだ。英雄の娘だからといって何もかもが優遇されるわけではない。艦長としての裁量で何とかしたまえ。とにかく同行は許可するが、機関と宇宙軍第一艦隊は何ら関係がない。独自の判断で動いてもらいたい。ああ、もちろん本艦隊と全くの別行動を取ってもらっても構わん。邪魔さえしないのであればな。では以上だ。諸君の健闘を祈る。どうぞ。まあ、まず今は何の時間なんだ。夕食前のトレーニングです。さっき腕立てしてたじゃないか。それは朝と昼の分です。待っててください。すぐに終わります。ちゃんとした自己紹介がまだだったでしょ。そうでしたね。まずです。よろしくお願いします。ヒューゴです。よろしく。こう見えてまずはこの船で一番操縦が繊細なのよ。何かあればいつでも言ってください。ありがとう。僕バズみたいに体を鍛えたいな。いいですよ。一緒にトレーニングしましょう。まず、あれは…一緒にやりますか。編み物はバズの趣味なのよ。ギャップがありすぎるのよ。編み物は集中力を養います。よかったらいつでも教えますよ。トリニティは器用なんですから、きっとうまくできると思いますが。私は遠慮しておくわ。機械維持以外興味ないの。それは残念。俺もパズだ。ヘッドには聞いていませんよ。ヒューゴはどうですか。僕、あ、うん、考えておくよ。いつでもどうぞ。なんだ。
前は誰だ。俺はお前の最悪の悪夢だ。悪夢と言っても夢じゃない。ややこしい下手くそな翻訳の吹き替え版みたいだ。ここが終着駅、死の運命がお前を待っている。いや笑うとこじゃないが、80年代アクションのノリだぞ。マッドハザードは過去、貴様は終わったのだ。俺こそ輝く未来、こいつを喰らえ。やれやれお前か。また1対1で勝負するか、それとも部下に総攻撃でも命令するか。速攻撃だ。お前地獄に落ちる運命、俺様さらに最強、さらにアップグレード。ますます翻訳で失敗した吹き替え版みたいだ。デザインまで前回と同じくらい安易だぞ。それこそまさに負け惜しみだ。はず俺様と戦いたいならまずは部下どもと戦うがいい。確かお前は前に倒さなかったか。しかも2回目。そう、あれはオールドスティング、今の俺様ニュースティング。確か前のスティングも似たセリフを言ってたな。もうな。だが俺様はもっと新しい、もっと強い、ほら見ろ、腹筋割れてる、番号変わってる、アーマーピカピカ、ライフルのサイズめちゃパワフル。ああ撃っていいか。どうせ長引くんだろ。長引かせてやる。俺様の得意分野。早く上位を目指した長州はアメリカの反撃になすすべもなく撃退されてしもうた。早く上位の難しさは重々承知しちょったつもりながやけんど、まっことこの先に平等な開国があると思うがですか。あってそうそう難しいことは聞いてくるもんだぜ。なあ君たち、開国は異国に対してだけではない。この意味わかるかい。今の日本は小さな国の集まりであって、結局は一つの国じゃない。藩と藩との垣根をなくし、真の意味で日本を一つの国とすることもまた重要な開国問題なのさ。なるほど。力を持った異国相手に藩中小さな国が立ち向こうて歯が立たんがも道理じゃ。幕府独自の海軍増強より諸藩が協力して作り上げる海軍の方がより強い艦隊を作り上げられる。徳川将軍も含めた諸侯が主上のもと一つにまとまり国是を論じられる体制、そんな共和政治が実現できてこその早く上位であるはずだ。先の政変で今日の表舞台から追い落とされた長州は失地回復に躍起になっているはず。日本が一つにまとまる日はまだまだ遠いのかもしれんな。なあお前はなぜ開拓者になった。そっか、お前もあいつらに憧れてやってきた口か。遠いな。ところでお前、ひっきりなしに依頼を受けているが、少しはこっちの歳も考えろ。お年寄りは大切にって教わらなかったが。さて俺も行くぞ。ご老体には癒しの一杯が必要なんでな。命の補給ってやつだ。くそ、いまいましい光景だ。いつも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 俺の前を歩きやがって。俺はまだやれる。あいつらにも負けねえんだよ。
俺とあいつらの距離なんて大したことねえ。いつだって手を伸ばせば届く距離だったんだ。今度は逃がさねえ。お出ました。行くぞひよっこ。久しぶりだな。元気してたか。500年か。しばらく見ぬ間に哀れな姿だな。ああ、誰かさんのおかげでな。アスタロテよ、早く俺を本当の不死身に。オレックスか。お前の復活のために十分働いてんだ。ああ、よくやった。さあ、俺を不死身に。早くしないと死んじまうわ。どういう。お前の役目は終わった。さあモライス、次はお前の番だ。いや、お前の番か。愚かな。今一度500年前を繰り返すか。まだやるのか、アレックス。お前に勝ち目はないぞ。まったくだ。あいつをアスタロテをぶっ倒すんだな。ああ、任せろ。俺も焼きが回ったな。だろう、普通は。そう。我に歯向かう愚かさを今一度味わうがいい。ミキ、行ける？ええ、見ててね、サイラー。何度だろうが結果は同じだ。妻と娘と同じ運命をたどる。貴様、何を言ってる？ああ、そうか。聞いていなかったのか。魂が見えぬというのも不便なものだな。さま。ルローの王位継承者にして銀河を股にかける宇宙海賊外族のリーダー、プリンスボー君の参謀忠義とその他大勢。それいつもどうやって覚えてるんだっちか。お前らいつの間にか姿を消したと思ったらどうやってここに。まさかこいつを助けるために。我々にボー君を助ける義理などない。忠義。君たちは。そう、我々は暴君に支配されていた奴隷だ。故郷の星を人質に取られ、あの男に従わざるを得なかった。奴隷。あの男は銀河中の星々を回って、はその星で一番強い者に戦いを挑み、力でねじ伏せ、その配下に加えてきた。我々は全員そうやって無理やり引き入れられ、奴に仕えさせられていたのだ。逆らえば故郷の星を消滅させると脅されて。では今お主たちの故郷。それが、我々の星は全てヴォー君が仕掛けた攻撃衛星によって監視されていたのだ。母星からの通信で、それら攻撃衛星が全て
軌道上から姿を消したことが分かった。どうやらゴー君はあの戦いの前後に衛星の攻撃プログラムを解除していたよ。あのキザ野郎が一体どういうつもりだっちか。故郷の者たちの安否を確かめるため我々は一刻も早く母星へ帰らねばならぬ。だが我々を解放してくれたお前たちは危険にさらしたまま帰るのは道義に反する。借りは返す。それが我々全員の意志だ。忠義、共に戦おう。もちろんたとえ無理やりとはいえ侵略者に加担してきた我々を受け入れてくれるのであればの話だ。いやー残念っち。一緒に戦いたいのは山々っちが、こういうのはうちのポンコツ核弾とワンダブルー大先生が首を縦に振らないんじゃどうにも。いいんじゃねえか、うちの大将がうんと言うならな。ほらいつもこの調子で何かと輪を乱してな、なんだっち。心強い援軍だ。ありがとう忠義。ただしバイオ兵器を駆逐したら我々は直ちに各自の星へ帰還する。もちろんだ、君たちの行為に敬意を表したい。さあ行こうぜ大将、さっさとバイキン退治してこんなところとはおさらばだ。はあ、総員前進。誰か虫眼鏡持ってるか。ブルー機関だ。うわ、影から不意打ちとは汚いぜ。どこだ、どこにやがる。愚か者め、まだ気づかんのか、この私の存在に。改めて自己紹介させてもらおう、地球人諸君。私がゲスジアーク星団連合無敵艦隊の総統、ジャギンガーだ。なんだと、ゲスジアークの親玉ってのは。このヘンテコな機械だっちか。そうではない、まだわからぬのか。お前たちはすでに私の体の中に、そう、この要塞そのものがこの私ジャギンガーなのだ。も知っての通り、先ほど我らが副長土方が参謀伊藤貸太郎を斬り蓄電した。諸君らも驚きかつ不安に思ったであろう。近藤さん、トシさんが斬ったって断言しちゃうんだ。だが案ずることはない、むしろ拙者は己の愚かさを恥じている。土方がそこまで思い詰めていたことに気づかなかったのだからな。土方が動いたことによって山並伊藤らが我ら新選組に害意を持っていたことが明らかとなった。諸君らの中にも御領絵師と称する逆賊に切りかかられた者がいるであろう。極中法度に背いた土方は大気にのっとり処罰する。だが今は我らに牙を向いた御領絵師の殲滅およびその頭目たる山並圭介の炙り出しに力を注ぐべきだ。
故に拙者は一つ策を講じた。あのようなものを近藤殿は一体何に使おうというのだ。あ、嘘でしょ。伊藤のムクロを油麹まで運ばせる。御両絵師どもは己こそ獅子指導の化身であると自負している。必ずや伊藤のムクロを取り戻しに来るだろう。そこを撃つのだ。えっぐい策だな。さすがの僕もたまげたよ。死者を辱めるか。それこそ指導に戻るのではないか。同感です。以上だ。諸君らの活躍に期待している。ちょっと待って、近藤さん。ムクロを使うって近藤さんが考えたことなの？近藤さんはこんな非道考えついちゃう人だったんだ。拙者は伊藤と山並みに目をかけていた。故に二人を見る目が曇っていたのだ。土方はそれを歯がゆく思っていたのだろうな。激しくも鮮やかな剣の一戦で拙者の目を覚まさせてくれた。拙者は土方の思いをくまねばならぬ。新選組を預かる局長としてもな。繰り返す。どんな手段をもってしても必ずや山並みをあぶり出し御両絵師と名乗る賊をほふり殺す。僕が行き止まりとなっている油小路に誘い込んだら斎藤と絵師で追い込みをかけろ。長倉はその周囲に潜み仲間を助けようとやってくる御両絵師の援軍を打ち果たせ。承知した。では行け大使たちよ。抜け殻の私に何を求めようというのだ。女の涙を止めた数だけ手を汚すと決めたのさ。アクシリアちゃん、今日の晩ご飯一緒にどうかな。一人じゃ寂しくて食も進まないのよね。まだ昼前ですよ理事長先生。そうやって皆をたぶらかすのはおやめください。晩ご飯のお誘い、これは、はいよ、全力で、はいしかありませんわ。先のことがあったばかりだというのに真の強い子に育ってくれたわ。おじちゃん感激だよ。教師の鏡そのものだね。して良き返事はもらえないか。仕方がない。俺の相手をしてくれる暇を持て余した美女でも探すとしよう。いざ参ろうぞ。さあ古今無双流連天甲賀聖剣づて。あたこうたかな。かかはらいたいわ。そこをどけ。さすがレッドデトネーション。誰ともやるじゃねえか。まこともっとお姉さんを頼ってもいいからね。うなる。グレンのコラプション。息ぴったり
お姉さん、次も頑張るからね。極めてテロミネーズクリア。ただでは終わらせない。おお、ついわしの勝ちじゃ。